みんな美坂さんと一緒に調査したいんですよ。それで美坂さんは誰とペアを組みます？もちろん私ですわよね。私、じゃあウィハルさん、私と一緒にお願いできるかな。え、私でいいんですか？おや、ウィハル、さっきと態度が違うじゃん。がっちり裏付けしますなんて言ってたくせに。そうね、ウィハルさんのお手並みを拝見ってところかな。はい、私頑張ります。お姉様、これは一体どういうことですの？お姉様は私を選ぶと決まってますのに。サテンさん、申し訳ないけど黒子のことをよろしくね。申し訳ないけどというのはどういうことですの？美坂さんもウィハルのことをお願いします。ほらほら、白井さん、調査に行きますよ。お姉様、さあ私たちも行きましょうか。はい。これからニット帽の人物を追うわけだけど、今のところ手がかりはニット帽にサングラス、マスクっていう容姿に関する情報と、そいつがこのインターネット喫茶から書き込みを行ったという事実だけよね。どっちの線から追跡しよっか。そうですね、やっぱりニット帽の人物を追跡しましょう。だってこの炎天下でニット帽にサングラスよ。本人は正体を隠しているつもりなんでしょうけど、めっちゃ目立ってると思うのよね。容疑者の特徴を設定した上で街の監視カメラの映像を解析すれば追跡が可能だと思います。うん、それで行きましょう。ウィハルさんの腕の見せ所ね。は、はい、すぐに映像解析を始めますね。頼んだわ。見つけました、例の人物です。どっちへ向かってる？あっちですね。ということは今監視カメラのカバー範囲を地図上に表示しますね。お、こうやって表示すると分かりやすいわ。するとニット帽はこの道を歩いていくから、次はこれとこれ、それとこの監視カメラかな。今映像記録を呼び出してます。解析ソフトにかけて映ってますね。すごいすごい、仕事が早いわ。ウィハルさん、一生ついてく。とんでもないです。すごいのはジャッジメントのデータベースですから。謙遜しなくていいって。記録されたデータが有用な情報になるか、それともただの磁気ノイズになるかは使う人次第よ。ですからそれほどじゃないですって。次の監視カメラの場所へ行きましょう。記録をたどると容疑者はここの路地を右に曲がって、あれ、どうしたの？この先に監視カメラが設置されてないんです。正確には設置はされてるんですけど故障で作動していません。ここに来て足取りが途絶えちゃったわけか。ニット帽の人物がこの路地に入ったことまでは分かっているんですが、どうします？とにかく奥まで行ってみましょう。これどういうこと？調べてみます。わかりました。どうやら数日前にスキルアウト同士の抗争があったようです。このガラクタの山も監視カメラの故障もそのせいか。ウィハルさんのおかげでここまで追ってきたのに諦めるのは惜しいわね。そろそろ私の出番かな。よし、ここは私の出番ね。え、どうするんですか？決まってるでしょ、進めないなら進めるようにするだけよ。ダメですよ美坂さん、なるべく穏便にお願いします。はーい、
それじゃあ一つずつガラクタを片付けますか。そうしましょう。はあ、これで先に進めるようになったわね。はあ。どうしたの、ウイハルさん。疲れた？あ、いえ、そうじゃないんです。私って頼りないなって思って。爪が甘いっていうか、ここぞというところで役に立たないっていうか。そんなことないってば。ここまで来られたのはウイハルさんのおかげじゃない。でも人間誰しも向き不向きはあるし、一人で全部やろうってのが無理な話なんだって。だいたいここまで役に立ってないのはどっちかって言わなくたって私の方よ。そんなここまでウイハルさんがやってくれたんだから、私もそろそろいいとこ見せないと。というわけでちょっと行ってくるわね。ウイハルさんはここで少し待っててくれる？え、どこに？すぐに戻るわ。それじゃ、行ってきます。美坂さん、どうするつもりなんだろう。もしかして美坂さん？行ってみよう。美坂さん、何かあったんですか？うん？ウイハルさん、さっきのところで待っててくれたらよかったのに。はあ、やっぱり。スキルアウト同士の構想で監視カメラが壊されたって言ってたじゃない。つまりこの辺は連中の縄張りってことよね。だからちょっと聞いてみたのよ。ちょっと聞いてみたって感じじゃないと思うんですけど。まあ固いことは気にしない。 2,3 発ぶっ放したらすぐに教えてくれたわ。あれほど穏便にって言ったじゃないですか。私は穏便に話を聞いただけだってば。襲ってきたのはこいつ、正当防衛だもん。みさかさん、ごめんなさい。そんなに怒らないでよ、ウイハルさん。情報は手に入ったんだし。情報？どんな情報ですか？ニット帽をかぶった人物の行き先。え？第10学区の中心部にあるビルと、逆に第10学区の端にあるビル。行き先が2つ？どっちかがガセか、それとも両方ガセか。両方とも正しい情報って可能性もあるけど、もう聞き出せそうにないわね。やりすぎですよ、美坂さん。全然本気出してないんだけどな。こいつらが弱すぎるのよ。それよりこれからどこへ行くか決めましょう。ニット帽はここから第10学区の中央か第10学区の端へ向かったらしいわ。どちらから調べますか？私は端の方が怪しいと思うのよね。そうですね。ニット帽の人物は人目を避けていますし、真ん中っていうより隅の方にいそうです。うん、第10学区の端へ行ってみましょう。ここね、ニット帽が出入りしてるってビルは。なんだか不気味な感じですね。壁も今にも壊れそうだし。使われなくなってから随分経つみたいね。さっさと取り壊しちゃえばいいのに。買い手がつかないとか事情があるんでしょうね。裏口とかないのかな。うわぁ！どうしたんですか？虫！黒くて足がいっぱい生えたでっかい虫が。なんだ、虫ですか。ニット帽の人物が現れたのかと思ったじゃないですか。あのさ、調べるのをやめない？とても人間が住めるような場所じゃないと思うし。ここ虫が出るからって
捜査をやめるわけにはいきません。はい、とにかく中に入って確かめてみましょう。入り口はここですよね。そうね、他の入り口も見当たらないし、窓は全部板が打ち付けられてるし。あれ、開かない。鍵がかかってるんですかね。まあそりゃそうか、使ってたって使ってなくたって鍵くらいかけるわよね。どうします？鍵がかかってたからってここで諦めるわけにはいかないわ。じゃあなんとか鍵を開ける方向で頑張ってみましょう。見た目は古びてますけど、これかなりちゃんとした電子ロックシステムですよ。どうしよう、解除できるかな。見たことがないシステムです。ちょっと自信ないかも。下手に触って解除不能になっても困るか。錠前自体は錆びてボロボロになってます。これ壊せそうじゃない？美坂さん、何を考えているんですか？やっぱりここしかなさそうですね。そうね、ビルの周りを一周したけど他に出入り口らしいところもなかったし、やっぱり錠前を壊すしかないか。バールとかハンマーとかがあればよかったんですけど。制裁指導じゃあるまいし、そんなの日常的に持ち歩いてないわよ。仕方ない、二人で体当たりしてみようか。そうですね、やってみましょう。せーので、いくよ。せーの、えい。せーの、えい。なかなか開かないわね。もっと助走をつけて思いっきりぶつかってみましょう。せーの、えい。あいったったった、ちょっと勢いよくぶつかりすぎたかな。ウイハルさん、開いたよ。あれ、ウイハルさん？ここです。ここここって言われても暗くて何も。美坂さんの下です。下？あ、大丈夫？ウイハルさん。はい、なんとか。ヒュー。あ、ウイハルさん、どこか痛いの？大丈夫？美坂さん、立てないです。あ、すぐに救急車を呼ぶわ。ウイハル、ぎっくり腰だそうですわ。一週間は安静とのことです。ウイハルさんには悪いことしたな。お姉さま、ウイハルに何をやらせたんですの？別にそんなにおかしなことしてないわよ。ただ間が悪かったっていうか。それとニット帽の人物のアジトの件ですが、アタツ先輩に連絡しておきました。あとは任せておけとのことです。それも仕方ないか。